にちは、ミニマリストミニアンとトイプードルのジャスミンです。本日は毎月恒例私の投資成績公開という動画を撮っていきたいと思います。私は2018年から投資を始めて、今2018、2019、2020、2021、2022で5年目になります。約ですね2000万円ほど投資で運用しております。でコロナショックもまあ乗り越えてですね、何度か続けられておりますので、まあ最近投資を始めたよとか、これから積み立てNISA始めようと思ってるよっていう方の参考にもなるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またベルマークをオンにしていただくと、私が投稿した際に通知がいきますので、ぜひそちらもオンにしてください。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日は投資のお話ですので、私も積み立てNISA始めましたよとか、イデコ始めたよとか、特定口座で追加投資してるよとかあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると、これから始める方の投資にもなるので、よろしくお願いします。また最近ですね、私は月1でリアルの交流会を開いております。20代から60代の方まで幅広い層の方がいらっしゃいます。皆さん一人でいらっしゃいますので、安心して来ていただければと思います。そこでですね、節約や投資、ミニマリズム、借金など、いろんなことについてですね、楽しくお菓子を食べながらお茶会のようにお話ししています。こちらも概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひいらしていただければと思います。それでは早速本題いってみましょう。本日はですね、2022年2月20日となっております。まあ、月末時点の成績を公開しますね。でこちらが今私が投資で運用している資産の合計となっております。時価評価額と書いてある部分が、今持っている株を金額に換算するとっていう形ですね。それが1999万1470円となっております。まあ、ここはですね、まあ、2000万円ぐらいいく時もあるんですけど、その株が最近下がったりしてるので、少し下回ってるという感じですね。で評価損益に関しては、利益でプラス323万1834円となっております。一時期一番いい時はですね、持ってる資産はそんなになかったんですけど、利益は450万円までいっていたので、今もう100万円以上下がっている、130万円ぐらい下がっているって形になっていますね。なのでここの利益の部分に関しては、もうその時々のアップダウンがありますよと。それに伴って資産の合計っていうのも変動していきます。まあ、これが投資の世界ということですね。では私が持っているもの、どんなものかっていうのを見ていきます。こちらですね、個別株を昔買ったのが2個だけ残っています。それがですね、また今全体的に株が下がってるから、ピークの時よりもかなり下がってるんですよね。まず1個目持っているのはプラス 1.33% の利益になってるんですよ。でもこれ買ったのすごい前だから、もう買った時とあんまり変わってないんですよね。もう一時期はですね、 10%20% 増えてた時もあったから、個別株って結構下がるとその後なかなか戻りにくいなと思います。下のプラス 113.39% 増えてるやつ、まあ、これいいじゃないと思うかもしれないんですけど、これいい時は 200% 超えてたんですよね。で個別株ってやっぱまあ長期で持ち続けるのも、値段が戻らないことが結構あるから難しいなと思いました。これはプラスになってるからそのまま持っていたんですけど、まあ、一時期の一番いい時に比べたらだいぶ下がってるなっていう印象です。個別株の他に持ってたやつっていうのはもう全部売っちゃったんですよね。まあそれは結構下がってきちゃったから、まあそんなに損しないあたりで損切りしようっていうので切ったやつですね。なんでプラスになってるやつだけ残ってはいるんですけど、やっぱ個別株は難しいなっていう風に思って、現在はですね、個別株はもう全然やっていません。この持っているものをですね、そのまま置いといてるっていう感じです。でももうプラス 1.33% とかだと、もうずっと持ってても、これ何年も持っててこれだから、なんかあんま意味がないですよね。一応配当金わずかに入ってはくるんですけど、まあそれで追加でまたその会社の株買うかって言われたら、単元株って言って、株って100株ごとに買うので、またその持ってる金額とほとんど同じような金額払って、要は倍の額にして買うかって言われたら、まあ買わないかなっていう感じですよね。なのでま
まあ、この国内株式で得たお金っていうのは本当にまあわずかな分配金なんですが、それは投資信託の方に回しているという感じです。なので福利効果は特に出ていないと。で、投資信託の方ですね、これは買っているのが昔2018年に買ったのが日生外国株式インデックスファンドですね。これ先進国のインデックスファンド、投資信託になっていて、こちらが 61.73% 増えている。で、あと昔に買ったのはNISA口座で買った楽天 VTI ですね。昔まだ積み立て NISA がこう出始めるか出るかぐらいだったので、なんか NISA 口座って開設するのにすごい時間かかるんですけど、最初開設したのがまあ NISA 口座だったっていうところで、 NISA 口座で持っていたのが 52.28% 増えています。これはやっぱ日生外国株式インデックスファンドと楽天 VTI の NISA に入れてる分っていうのは、買ったのが古い時期な分増えてるの額がね多いですよね。で、その後積み立て NISA の口座を開設して、積み立て NISA と NISA っていうのは年ごとに変更できるんですが、途中から積み立て NISA の口座で積み立てするようになりました。ここめちゃめちゃね毎回質問多いんですけど、積み立て NISA と NISA は一緒に使えないでしょ、この人おかしいみたいにね書かれることあるんですけど、年ごとに変更できますので、そこは理解していただければと思います。 NISA を今年やったら来年積み立て NISA、 また翌年に戻すみたいなこともできます。ただですね、 NISA は今後新 NISA っていう制度に変わりますので、まあ今後はまあ新 NISA を使っていくってことになるかもしれないですね。ただですね、 NISA 口座およびその新 NISA の口座に関してなんですが、長期積み立てを考えるであれば、やっぱ積み立て NISA の方が金額感が大きいので、積み立て NISA を基本的に私はおすすめしています。まあ、それについてはまたね別で解説しようかなと思うんですけど、よくね NISA と積み立て NISA どっちがいいですかって言われるんですけど、まあ、結論は積み立て NISA です。長期で分散投資ができるからですね。で、この積み立て NISA で増えているのが楽天 VTI、 こちらも買っていて 21.94% 増えています。あとは積み立て NISA は年間40万円までですので、それ以外のお金っていうのは特定口座で追加してガシガシ買っているよと。で、こちらが一番金額が多くて増えてるのは 10.83% ですね。まあ、一番後半の方にお金たくさん入れてるので、まあ、利益としては薄まっているという形ですね。それでもやっぱり 10% とかね増えてるから、個別株大昔に買ったやつが 1.33% にしかなっていない、ほぼ価格が一緒っていうのは買っても意味なかったなとか思っちゃいますよね。なのでやっぱ投資信託でやっていくのが、アメリカ経済の成長スピードっていうのがすごく早いのでいいかなと思います。日本の国内株式買ってもね、日本のね会社ってあんまりね成長が、するんだけど鈍化していてすごくゆっくりなんですよ。わかりやすい例で言うと、バブルの頃っていうのが日本人は一番年収が高かったですね、平均年収が。今はそれよりも下なんですよね。で、さらにですね、その税金と社会保険料は上がっていますので、手取り額にしたらねもっと減ってるということになるんですよ。一方アメリカはこの20年で平均給与がなんと2倍になってるんですね。一番給料が高いニューヨークとかでは年収2000万円でも中流普通っていう形に見られるそうです。なのでアメリカがねこの20年で平均年収が倍になってて、日本は下がってるっていう、この成長スピードの差ですよ。なのでやっぱり今国内株式一個一個買ってねちょっとギャンブルするよりは、まあ投資信託買っといた方がこの5年間振り返ってもよかったなっていう風に思います。なので初心者の方はね、いろいろガチャガチャいじって損をするよりも、やっぱ投資信託だけ買うっていうところにね行き着いていただければいいかなと思います。で、最近ずっと買ってるこの楽天 VTI、 楽天全米株式インデックスファンドっていうものがどういうものかっていうと、これはですね、アメリカの中小型株も含めた約3800社の銘柄を集めたパッケージ商品、それを投資信託ですね、投資信託として買っているというものになります。本家 VTI っていうのがバンガード社がやってる ETF なんですけど、まあ、そちらは ETF なんですが、楽天 VTI っていうのは投資信託っていうものになっています。 ETF と投資信託の違いについては以前別の動画で紹介していますので、そちらで見てください。まあ、結論としてはですね、まあ、確定申告不要であったり再投資の手間がないっていうことで投資信託をおすすめしています。すごくそっちの方が楽ですね。で、最近ですね、その楽天 VTI の投資信託が少し下がってるよっていう形で見ていきたいと思います。ここ3ヶ月のチャートですね。この楽天 VTI っていうのは S&P500 が500社のものに比べて3800社っていうところで、ただ実際そんなに差がないので、ほとんど S&P500 と同じようなグラフになります。これ見ていくと、直近3ヶ月のところは3ヶ月前に比べるとやっぱ何度か下がって、年末ぐらいに持ち直ししてますけど、その後また下がり続けて、今
今また持ち直したんだけど、また下がってっていう風にね、なっていますよね。なので今投資信託買ってる人は、ちょっと買った時よりも下がってるよって方は多いかもしれません。ただですね、これ設定来のところで、2017年の終わりの方からですね、のチャートをこう見ますと、その時から比べるともう 100% 上がっている、まあ倍になっているっていう形になっていますね。この2018年からっていうところで見ると、そんなにね長期ではないんですけど、それでもこれだけ増えているっていう形になっています。だから最近の落ちっていうのを見ていくと、まあそんなにね大きく落ちてるって感じではないですね。やっぱり一番大きく落ちているのは、この2020年の部分のコロナショックのところですよね。まあここはですね、まあ30% 以上落ちているので、ショックってついてるだけあって暴落と呼ばれるものですね。でコロナショックはですね、あっという間に今回復してすぐ戻ったんですけど、まあ、リーマンショックや IT バブルっていうのは戻るのにもう少し時間がかかってたんですよね。つまりまあ最近は結構暴落起こってもすぐ戻ってるっていうことで、まあこれはいいよねっていうので、まあ、皆さん落ちてったらどんどん買い増ししてるって感じかなと思います。まあ実際コロナショックの時も、じゃあみんな下がったから慌てて売っちゃったのかっていうふうに見ると、ここ一番下が純資産っていうところで、みんながどれだけ投資してるかっていうその結果の数字なんですが、ちょっと下がってはいますが、その暴落してる数字に比べればそんなには売ってないのかなってところですよね。まあ、もちろん買い増しした人もいるでしょうしね。なのでまあ実際ですね、これ暴落起こると怖いから売っちゃうっていう人ね、初心者の人では多いんですけど、多分初心者だけですね。なのでちょっとの人が売ってるだけで、ベテランの人はみんな持ち続けている、もしくはどんどん追加投資していってどんどんお金を増やしているという形になります。なのでもう本当にね、ちょっとねやっぱ売ってる人は数字的には見れますので、まあそこがうまくいく人といかない人の差になってくるのかなと思います。続いて積み立て NISA の全期間のグラフも見ていきたいと思います。2020年の最初の方から始めていて、今の状態ですと、やっぱですね2022年の1月に結構ガクッと下がって、2021年の12月をピークにまだ戻しているか、まあ戻していないという感じですね。同じぐらいになっているという形です。まあ、ここも株価に左右されてますね。まあこれはこの直線で引いてあるのが積み立て額で、その上がもう丸々利益となっていますので、まあ利益が増えたり減ったりしているだけであって、積み立ててる額よりは全然減っていないですね。ただ始めた当初の方を見ていただくと、例えば2020年の8月は増えてますが、その後の10月ぐらいのところを見るとくっついてるところがありますよね。ここが線がですね逆になって、積み立て額よりも減っていくとですね、減った額の方が大きい、積み立てた額より減った額の方が大きいっていう風になってしまいます。まあ、ですがこのように年単位でですね見ていくと、だいたい上回っていきます。これだけね利益が積み重なっていけばですね、コロナショックもこれ乗り超えてですね、コロナショックの時も利益が下回ってることないですから、元本割れしないで済んでいるということになっています。なので短期的に1日2日とかで見ていくと、やっぱ始めた直後っていうのは持ってる資産がマイナス1000円です、マイナス2万円ですとかっていう風になって慌てちゃうこともあるんですけど、まあ、それ短期で見るんじゃなくて、基本的には年単位でこう見ていくとですね、まあだんだん利益積み上がっていくので大丈夫ですよと。続いてイデコですね。イデコの方は前期間のグラフがなかったんで、2000年12月からのグラフになっていますが、ここもですね12月のところがピークで、1月下がって直近まだ戻しきれてないっていうところですね。でこれもですね、黒い線の上の部分が全部丸ごと利益になっていますってことですね。これもですね数年やってるので、まあ利益がなんとかショックがあったとしても元本割れするっていうことはなさそうですね。私前職でですね、企業型確定拠出年金、企業 DC やっていたので、それ辞めた後に確定拠出年金イデコ始めていますので、イデコだけの年数としてはやや短くなっていますね。このようにですね年単位で見ていくと、まあ最近下がっていても利益の方が積み重なっているので、元本割れはしていないよってところになっています。ここでですね、ウォーレン・バフェットの名言も紹介していきたいと思います。アマゾンの SEO であるジェフ・ベゾスがですね、ウォーレン・バフェットに対してこんな質問をしました。なんでみんなあなたの投資戦略を真似しないのですか？まあそういうふうに尋ねたと。それに対してウォーレン・バフェットはですね、ゆっくりお金持ちになりたい人はいないんだよっていうふうに答えているということですね。どういうことかっていうとですね、まあ短期的にですね、お金持ちになりたい、早くお金持ちになりたいっていう人が大半で、まあそういう人は短期で利益を出すんだけど、すぐまた損をしてしまって退場していくと。結局一番お金が増えているウォーレン・バフェットですね、世界で一番株式投資が上手なおじいちゃんですが、ウォーレン・バフェットはそういった短期的な目線じゃなくて、長期的な目線でゆっくりお金を増やしていったっていうことですね。なので本当ね、始めたばっかりの人は日々のチャートで昨日は上がった、今日は下がったとか見てしまうんですが、この投資信託っていうのは20年やらないと意味がないものです。こちらのグラフ見ていただきたいんですけど、投資信託はですね、最
初のうちは半分になってしまうこともあるし 1.5 倍になることもあるという感じで、この振れ幅が高いんですけど、15年やってるとどんなに高値掴みして買ったとしても、まあ、プラスに転換すると。で20年以上やってるともうプラスのところで落ち着きますし、30年やっていれば、まあ、よりプラスのところで落ち着くっていう形になっています。このように収束していくんですね、だんだん。なので15年はやっていないと最低限プラスに転換しないですし、20年やって初めてこうやって平均の年リターンがですね 5% 以上に落ち着くっていうものになっています。なので、まあ、20年は必ずやるって皆さん約束してください。私50代60代から投資始めるのどうなのっていう動画出してるんですけど、結構それは危険です。20年間待てないっていう可能性が高いからですね。なので今から20年間待てないわっていう方は投資はもうやらなくていいです。まあ、そちらについてはこの50代60代で投資始めていいのかっていうね動画出していますので、まあ、そちらを見ていただければと思いますが、まあ、年配の方でなかったとしてもですね、これから子供が大学に行くので5年後に大きなお金が必要なの、投資でそれを増やしたいのっていう方ね結構いらっしゃるんですけど、それは無理ですのでやめてください。まあ、行ける可能性もあるんですけど、さっき言った通り振れ幅がねありますから半分になっちゃう可能性もあるんですよね。もちろんですねプラスになったよって方がね5年で何倍になったとかね言ってる人もいるんですけど、それはまあいい人で、マイナスになってる人もいるし、それは始めた時期にもよるから、基本的には20年後使うお金として投資始めてみてください。短期でやると振れ幅が大きいんだよっていう風に覚えてもらえばいいかなと思います。まあ、なので基本的にはですね、若い人であれば投資を活用することによって、例えば20歳で始めて40歳ぐらいにファイヤー、ファイナンシャルインデペンデンスリタイアリー、経済的自立と早期退を目指そうとかっていうのができますし、逆にですね40代の方であれば65歳の年金に対して2000万円問題がですねあるので、その2000万円貯めるためにですね40代から投資始めよう、こういうのはね OK です。さっき話したようにもう短期的に子供の大学の入学費を貯めたいであるとか、もう5年ぐらいでお金持ちになりたいとか、もう5年とか言わなくても本当ね今日明日金持ちになりたいっていう人がねやるものではないんだよっていうふうに覚えておいてください。あとですね、投資信託では分配金っていうのが支払われるんですね。この分配金を楽天 VTI とか EMAXIS SLIM の S&P500 とかオールカントリーだと、まあ、再投資してくれるんですよね。なので投資信託やりやすいんですが、そういうふうにですね、分配金配られた配当をですね、再投資していくと複利効果っていうのが発生します。複利って何かっていうと、例えば100万円預けていたものに 5% の利益がついたら翌年105万円になりますよね。その105万円に対して今度は利益がついていくので雪だるま式にお金が増えていきますよっていうものです。この複利効果っていうのはですね、年単位でこういう風にね雪だるま式に増えていくものなので、これもですね長期でやると効果が大きくなっていきます。それぐらい大きくなるかっていうのをこちらの図を見ていただきたいんですけど、これはウェルスナビで紹介していた図なんですが、例えば元本100万円で投資を始めた場合ですね、30年間単利で運用していた場合、これは先ほど言った分配金配当金っていうのを再投資しないでそれは使っちゃっていましたっていう場合ですね、これ年利 5% で考えていた場合にですね、単利でいくとですね250万円になります。これでもかなり増えるんですけども、そこで得たですね分配金配当をですね再度投資に回して複利効果を発生させた場合はですね、20年後からですねものすごい勢いで増えてですね、プラス182万上乗せされて30年後には432万円になるっていう図ですね。複利効果はですねこのように20年を過ぎたところで爆発的にね増えていくんです。その雪だるまの丸い雪の部分っていうのは20年目からものすごく大きくなるんですね。なので複利のことを考えてもですね20年以上続けるっていうのが非常に大事になっています。特に30年間やってればめちゃめちゃ増えますので、こういった投資信託やる場合は複利効果がですね働きますので、これも長期でやるっていうことの理由の一つとなっています。まあ、短期で数年でやめてしまうとですね、この複利効果っていうのはもう全く発生しないものになっています。これ見ればね10年ぐらいまで全く発生してないですもんね。なので長期でやっていく投資信託はもう最低20年はやっていくものなんだ、将来のためのお金なんだっていうところを押さえてやっていきましょう。
じゃあそういう時に最近値下がりしているとできることは何ですか？まず一つはですね、狼狽売りしないっていうことですよね。今までの話を受ければ20年間はガチホールドしないといけないということが分かったと思います。なので慌てて下がったからもう投資怖いからやめようと思って狼狽売りするっていうことは絶対にしないでください。でできること二つ目はですね、種銭を増やす、元本を増やしていくっていうことですね。投資はですね、効果が出るのが20年後からですので、その20年間の間にどれだけお金を入れられたかっていうのがどれだけ増えたかに一番寄与します。ですので皆さんが今やるべきことは、追加でどんどんお金を投資できるように年収を増やしていくっていうことですね。例えば転職をして年収アップするであるとか、副業をスタートして副業収入を増やすであるとか、もしくは節約して月の生活費を減らすことで種銭を増やすということも、こういうこともできますよね。こちらは5年で1000万円を貯めた道筋っていう動画で出しているんですけど、5年間でですね1000万円貯めるには投資では効果はほとんどありません。なので今言ったように転職や副業節約っていうところを頑張ることで1000万円ぐらいというの貯まります。5年間で1000万円貯めることができたら元本1000万円を投資しますっていうことなので、20年後にはですね大きく増えるっていうことが先ほどの図からも分かりますよね。なので今のようにですね、下落がしている時にですね、今まで積み立てに差分だけしかしていなかったのを資金に余裕ができてきたから、これからは毎月特定口座で追加で5万円投資していこうとか、そういう風にですねできるように種銭を増やす、自分の年収を上げていくっていうのが大事です。これですね、ただタイミング投資になって今月を増やす今月を減らすとかっていう風にやってると、それ読みはですね当たらないっていう風になってしまいますし、そこにまた振り回されて狼狽売りしてしまったりしますので、あくまでもこの元本を増やしていくっていうのは追加の積み立て額をだんだん増やしていくっていう風に思ってください。まあ、ドルコスト平均法で言うと毎月定額を積み立てていくんですが、その定額っていうのは資金に余裕があるんだったらだんだん増やしていいんですよっていうことですね。なので種銭を増やせるように皆さん投資を始めたら、次やることは、まあ、節約する、転職する、副業を増やす、そういう風にして種銭を増やしていくことです。最後にお知らせです。私普段積み立て NISA やイデコインデックス投資をおすすめしています。私が使っているのは楽天証券です。画面も使いやすくて楽天市場との連携もできますので、楽天経済圏の方には非常におすすめです。こちら概要欄にリンクをつけておきますので、ぜひそちらから解説してみてください。また以前挙げた月5万円稼げる方法という動画が非常に人気です。こちらはポイントサイトのモッピーを使うことによって月5万円のお小遣い稼ぎができますよっていう話です。また確実に稼げるポイントサイトとしてハピタスも紹介させていただきました。このモッピーハピタス、どちらも非常におすすめのサイトですので、ぜひ概要欄の紹介コード付き URL から始めてみてください。この URL から始めないでアプリなどから始めてしまいますと、紹介特典が受けられなくなってしまいます。紹介特典でプラス1000円とか2000円とかもらえますので、ぜひ概要欄の紹介 URL から開いたサイトで始めてみてください。特にコードを入力するような部分は必要ないので、この URL から始めていただければ大丈夫です。そして普段私が使っているものどこで買えるんですかってお話をよくいただきます。そちらは私の楽天ルームに掲載しておりますので、ぜひそちらもチェックして何か気に入ったものがあれば購入してみてください。また YouTube 以外にもブログや Twitter もやっておりますので、こちらも概要欄から見ていただけると嬉しいです。 YouTube でお話しした内容がブログでより分かりやすくまとめていますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。それでは本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。